ニットキャストオンという、編んでかける作り目について解説します。これはとても使い勝手の良いテクニックです。指でかける作り目、ロングテールキャストオンの場合は、はじめに必要な糸端の長さを予想して確保しなければいけません。そのため、時には糸が足りなくなったり、逆に余りすぎたりということが起こります。一方、編んでかける作り目、ニットキャストオンの場合は、 長い糸端を確保しなくていいのでそうした心配がありませんただし少なくとも表目が編めなければ作ることができないので完全な初心者には向いていません初心者の場合はまずベーシックロングテールキャスト音ンを覚えて表目が編めるようになったらこの作り目にも挑戦してみてくださいそれでは実際にやってみましょう はじめにスリップノットと呼ばれる結び目を作り、左手に持った針を入れます。これが最初の一目になります。表目を編むように右針を入れて糸を引き出します。 長めに糸を引き出して、ループをねじって左針にかけます。ここでテンションコントロールのコツです。ループの中に右針を入れたまま糸を引き締めます。こうすると自動的に針1本分の間隔が空き、編み目の幅が安定します。これを繰り返して作り目を伸ばしていきます。 必要な数だけ編み目ができれば完成ですこの作り目がどういう構造をしているか調べるために針から外してみましょう引っ張ると鎖編みにとてもよく似ていることがわかりますね正確には鎖編みを左右対称にしたものです 左針にかける際、ループをねじってかけたからこうなっています。ちなみに、かぎ針でもループに針を入れ直して編めば同じ構造が作れます。つまり、ニットキャストンの伸縮性は、鎖編みと同程度ということです。 構造面から比較するとベーシックロングテールキャストオンの方が伸縮性が高いことがわかりますね一方丈夫さという点においてはニットキャストオンの方が上と言えるでしょう以上ニットキャストオンの解説でした糸端の長さを考える必要がなくテンションコントロールも比較的やりやすいのでぜひ試してみてくださいご視聴ありがとうございました